まあ、タモガミさんもね、あの、あの人保守じゃないしね、韓国パブの件もあるんですけれども、それ以前の問題としてね、統一協会みたいなね、こんなあのとんでもないですね、宗教団体。宗教団体って言わないの、本来テロ団体と言うべきなんですよ。そのテロ組織に対して、関係をね、まあ、これまで2回も、その統一協会の機関紙のね、世界日報っていうのに2回出てるんですよ。 一度だったらまだね、間違って出たっていう話もね、わからんでもないけれども、二回にわたって出てるわけですから、それはね、他から言われて当然なんですよね。天皇を殺せですよ。天皇を殺せとですね、主張している統一教会と関係がある。まあ、それは賛成党も同じですけどね。いや、どうしても出るんだったら、まず統一教会と絶縁宣言しなきゃダメでしょ絶縁宣言をした上で、それで自分はね、 一からやり直すつもりでって、まあもう一からやり直せるような年齢じゃないんですけどね。一からやり直すつもりでやるんですっていうんだったら、まだ話はわかるんだけど、というですね。見てたらよくわかりますけどね。彼は多分ね、次の国政選挙に出るつもりらしいんでね。まあそれは勝手に出ればいいんですけれども、まあ、足がかりにしてるような感じですよね。うん